今日の一問一答ですね。保健医療サービス分野。高齢者の特徴と高齢者に多い疾病及び障害という単元になります。次の技術は正しいか誤りか答えよ問題。パーキンソン病では安静時の新鮮やあらゆる動作が乏しくなる無動。仮面用願望なども見られる。パーキンソン病では安静時の新鮮や あらゆる動作が乏しくなる無動仮面用願望なども見られるというふうにありますがこれはその通りで丸になりますでパーキンソン病っていうのはこれは特定疾病の一つでもあり特定疾患の一つでもある病気病になるわけですね。で特定疾病というのは加齢に伴い生じやすくなるという病気疾病ですね。まあ、16個指定定されれていいます。これが特定疾病というもので、 特定疾患というのはいわゆる難病というものですね。これは100以上指定されているものがあるわけなんですけれども、まあ、パーキンソン病というのはその両方を併せ持っているということですね。つまりは難病でもあり加齢に伴い生じやすい疾病でもあるということになります。まあ、パーキンソン病の罹患者っていうのは日本だとですね、まあ、全体で見ると10万人当たり100人ぐらいになるんですけれども65歳以上に限定するとですね これは10万人中200人ぐらいになりまして、まあ、倍増するということですね、薬媒になりますから、まあ、特定疾病の中に入っているという、ですね、えー、そんなようなイメージを持っておくといいかなというふうに思いますが、でこの病ですね、まあ、よく聞くとは思います、パーキンソン病ですね。これは何かといったら、この大脳,のあの大脳ではなくて、ですねあの脳にはですね中脳というところがあります、大脳、中脳、小脳とあるわけですけど、中脳というところには、黒質細胞というものがあるんですね。 で、その黒質細胞というものが消失していってしまうと消失していくつまりはなくなっていくということですねこれがパーキンソン病と言われるものになりますで黒質細胞というのは何をしているかといったらドーパミンというものを作っているんですね私たちは普段ドーパミンというふうに言うことが多いかとは思いますけど試験的にはドパミンというふうに言いますねドパミン でこのドパミンというのを作っているのが黒質細胞で、まあ、この黒質細胞が消失するということですから、まあ、ドパミンが不足してしまうという状況が起きるわけですね。で、このドパミンというのは神経伝達物質になるわけなんですけれども、まあ、いろんなこう機能を持っているわけですね。まあ、身体機能面でいうと運動調節機能があったりとかですね、それから精神心理機能でいうと意欲なんかに関係しているようなですね、神経伝達物質になるわけですね。 ですから、まあ、それが不足するということですから、まあ、運動失調が起きたりとか、ですね、えー、それから抑うつ的な傾向が出たりとか、ですね、まあ、そういったような症状を呈することがあるということになります。で、パーキンソン病っていうのは、4大症状っていうのがまあ有名になるわけなんですけれども、まあ、その4大症状、まあ、身体症状になりますが、どんな症状が出るかといったら、まず一つが安静時心鮮と言われるものですね。まあ、安静にしているとき、ね、触れる戦いと書きますけど、まあ、震えが出るということですね。これが安静時鮮で で二つ目が筋骨縮。まあ、筋肉が硬く萎縮すると書きますけど、この筋骨縮というのが二つ目の症状で、まあ、三つ目が無動ですね。動かなくなると書いて無動ですね。まあ、動作緩慢というふうに言ったりもしますで。四つ目が姿勢歩行障害ですね。姿勢や歩行、姿勢反射や歩行に障害が出ると。ですので、ポッと押しただけですぐパタッと倒れちゃうとかですね。えー、それからなかなか一歩が踏み出せないという症状が出たりとかですね。トコ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 って歩くというですね、そういうような あ歩行になったりとかですねあるいは曲がれないといったようなですね、えー、状態になったりとか、まあ、そういうような症状が出るということですね。これれがパーキンソンソ病と言われるものになりますでそのパーキンソン病、まあ、今言ったのが4大症状になるわけですが安静自身腺筋骨縮、無動や動作が慢そして姿勢歩行障害ですね。でこれを象徴するようなキーワードというものがあるということですね。でこれは動作緩慢や無動に関係してくるところですが。 ま,あまるで仮面をかぶってるかのようにですねこの表情が乏しくなるということですねこれを仮面用願望と仮面のをかぶってるような顔つきということで仮面用願望と言ったりしますけどねこれはパーキンソン病を象徴するキーワードになりますねそれからなかなか一歩が踏み出せないという「すくみ足」という言葉であるとかそれからトコトコトコって歩くのをですね小刻み歩行と言ったりしますね それからこう曲がれないというずっとまっすぐいくっていうのを突進現象と言ったりしますけどね、まあ、この辺もパーキンソン病を象徴するキーワード言葉になりますので、まあ、合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで今日の問題ですがパーキンソン病では安静時の新鮮やあらゆる動作が乏しくなる無動、仮面用願望なども見,見られるというふうにありますがこれはその通りで丸ということになります。今日の1ポイントの解説は以上です。